おふくわけ、つるとは、伝統折り紙の折り鶴をベースにした折り方の一つ。その使い方とアレンジも含めた名称。おふくわけ、つる、祝成人おふくわけ、つるとは、伝統的な折り紙である折り鶴をベースにしている折り、型で、折り鶴の腹部に物が入るように工夫されている。安藤博和の考案で、2010年の第21回国際文具、紙製品、イサット2010に、 発表、展示された。その展示ではおく分け、鶴の折り方とともに遊び方や使い方が紹介された。ちなみに、その展示では折り鶴の折り目を型押しした便箋商品などが発表された。おく分け、鶴の中にお菓子や小物などを入れて羽を閉じ、贈り物などに使う。折り上げた時は、羽が広がった状態であり、羽の閉じ方のバリエーションとデコレーション。 また中に入れるものを工夫することによりアレンジ性が高く、個々人の趣味や好みを反映できることが特徴。2012年に農業者向けの月刊雑誌、家の光、2月号の市場で掲載する。当初のお裾分けする鶴というイメージから、その頃、お福分けという言葉が広がっていったことにより、お福分け、鶴と命名。雑誌の掲載がきっかけとなり、 特に農業者を中心に遊び方とともにその売り方が一般に広がる。家の光2月号第88巻2号。ありがとうございます。